よし、じゃあ続きやっていきましょう。青霧の木、アジト脱出の今回は再度青霧ですね。青霧の木の一員として迫り来る CCG と戦うアヤト。そんな彼の目に映ったのは実の姉であるトーカだった。思ったより攻め込まれてんな。いやあ、バカ姉貴、何しに来た？ハヤト、やってやるよ。ここの戦闘はめちゃくちゃ好きですね。お、アヤト視点か。なるほど。あ、まあ青霧だもんな。おお、うかく同士のこの打ち合い。これめちゃめちゃいいよね。でもな、このスタミナ消費がめちゃくちゃ激しいんだよな。で、大したダメージも出ないっていう。ただ、距離を取りながら戦えるから、近づいてくる敵に対しては、まあ、なかなか戦い方によっては優位に立てるのかもしれない。ひるまない分、まあヘッドショットに当てたらひるむのかもしれないんだけど、なんか胴体、あいつ結構動くな。胴体とかに当てるときひるまないから、なんかね、マルチとかで遠くからチクチクやられてるときに分かんないんだよね。で、知らない間に HP 削られてるわみたいな。危ない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 。ほいほいほい。追撃。あ、やべ、もうちょい削ってからやればよかったな。はいはいはい。これちょっとスキル打ってみようか。もうちょいあいつが近づいてきたときに。来たね、今だ。背中の方にいるわ。当たるね。もういでやるよ、半端な羽なら。打ってスキル打って膝蹴りだね。ほいほいほい。ここあれだね、トーカにはあの青霧コスチュームをしておいてほしかったね。めっちゃ詰めてくるんだけど、あれだな、うかくかぐねで敵の位置が見えないっていう、そういうやつあるな若干。あ、アヤトのユニーク、やばい。あー、やばい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 。アヤトのユニークスキル2は、突進だね。オールとよく似た。今だ。うわー、避けられたんだが。くそ、うまく、ちょろちょろと動くな。詰めてこないんだけど。トーカもあれかな、アヤトとよく似たスキルなのかな。多分これでおしまい。やばい。いや、痛い、痛い。これでおしまい。いやー、なかなか。この空中攻撃も、そんな範囲は広くないっていうね。半端な羽ならもいでやるよ。今助けるから。ずいぶん様子が違うじゃねえか、眼帯野郎。とっくに死んだと思ってたぜ。君はトーカちゃんのたった一人の弟だ。殺せない。だからぬるいって言ってんだよ、安定家の人間は。さあ、ここも迷うとしてんだね。やっぱ半殺しにしてほしいんだけど、俺的には半殺しが見たいな。あ、これあれかな。あー、これこれだね、この空中攻撃。あー、乱用できるね、ここ。ちょっとお前こっち降りてきてみろ、降りてきてみろ、ほら降りてこい。来たね。これこうやってこうやってこういうことでしょ。空中攻撃乱用できるけど、そんなに。やべ、遠距離からの物量勝負だ。変だよ、
距離戦だとやや力不足だが、必然的に距離を取った戦い方になる。グダグダ五択並べて笑えるよてめえ。俺は接近の方が得意なんだよ。いいね、やっぱしっかりとアニメになかったセリフも盛り込まれてる。これは本当に嬉しい。マジでたまらんで、これはゲーム独自の世界観とか言ってるけど、確かにアニメと原作を織り交ぜた独自の世界観なのかもしれない。これはこれでまた新しい。いててててくそ、これどっかアイテムないかな。ある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 、あのスキルが無限に打てるやつね、これ。よし、じゃあとりあえず打ちまおう。どん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 打って、オッケー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 、ザン、ほい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 、ほら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 、ザク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 で、これ永遠に打てるんだよね、ぬかくが。ねえ、君の秘密教えてあげようか。はあ、何言ってやがる。君が青霧で何をしようとしているのか。てめえに分かるわけねえだろ。守るためなんでしょ、君の大切なものを。君は強い。さっきだって殺そうと思えば殺せたはずだ。アヤト君が青霧に入ってまで成し遂げたいことって何かな。殺す。どうだよ、半端野郎。これでいい加減。僕さ、結構しぶといみたいなんだ。同じやられるなら、精神的なものの方がずっと答える。やっぱり半殺しは聞きたいし、この今のハヤトの殺すがさ、進撃の巨人、ツークルーの、あれかな。あ、ツークルメのあの、巨大樹の森、はあ、あそこでリヴァイ班が女型の巨人に一掃された時に、あ、違う、あそこじゃなかったかな。エレンを巨人化する時の殺すに似てるんだよな。似てるとかもうそのままなんだけど言い方が。よいしょ、やべ、しかさっきのスキル無限がよ、さっきのグダグダ話の時に切れちまったじゃないか。ほら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 、おい、なかなか距離を取って戦わせてくれるんだよな。トウカみたいに一気に詰めてこないっていう。ただあのあのゴムゴムのピストルがあるけど、あいつにはあれね、避けれねえ。やばい、来る、危ね。あれ出が遅いね、出が遅いからすぐに対応すれれば大丈夫。ほら当たってるね、一応。ほら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 、いや、それ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 、そのゴムゴムのピストル避けれないよ。スキル打って、いいね、一気に詰めよう。ほいほいほい、スキル打って打って打って、おっきょっきょっきょ。やっぱアヤトかっけえ。ムロ、お前離せ。なら、はい、ということで、まあ今回ボス戦というかさ、なんて言うんだろう、まあボス戦だよね、2連、だったんですけど、かなりあっさりしてましたが名シーンばかりでしたね。やっぱりアニメ、だけじゃなくて原作のセリフも織り込まれていて、しかもそのボイスも聞けるっていう、うん、かなりたまらん演出なのではないでしょうか、原作ファンにとっては。
ということで、今回は、青切り編でしたね、サイドの。はい。ではまた、次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。